はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、ウプヌシのピオタです。さあ、今回も、こちらのネタバレが激しすぎる RPG、最後の敵の正体は勇者の父、やっていきたいと思います。前回、人狼村のところでバトルが引き起こされ、最終的に、マーシャと、ちょっと関係が進展したかなっていうところで、ウラギールっていう名前が、ちょっと怪しくなりました。もともと裏切ってた敵が、裏切って勇者につくっていう可能性がちょっと出てきました。いや、ちょっとね、想定外の裏切り方をする可能性が出てきて、嘘ってなってる今。はい。ということで、ちょっとワクワクが止まらねえぜということで、早速やっていきましょう。こちらの動画は2024年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。さあ、勇者の父様。おお、戻ってきたか。状況は暗黒四天王の強すぎる、そして人狼&お前もかがやられました。つまり暗黒四天王って残り一人じゃない？そう考えると。だってさ、クソ雑魚と、クソ雑魚がまず一人で、人狼&お前もかを1と数えるかどうかだよね。まあ、数えるならば、あと一人か。そうだね。じゃあ、まあ、あと一人かな。なるほど。なるほど。魔王、勇者の血。奴らも所詮俺の血から作り出されたわら人。お前の血どうなってんの？やばすぎね。大した問題ではない。あ、そうなの？四天王なのに。勇者ハロルド賢者の血はこのままこの魔王城へ来る予定です。ご苦労。しかしハロルド賢者の血もまさか仲間に裏切り者がいるとは夢にも思わないだ。せやな。そうだね。確かに、ハロルド賢者のっちゃ思ってないだろうな。そうでしょうね。お前に一つ聞こう。はい。何でしょう。お前はハロルド賢者のっちと戦えるか。ちょっと言いよどみそう。それはあっていいっすね。お前はここでハロルド賢者のっちを裏切ることになる。ああ、マーシャ裏切る。敵とはいえ、旅の苦楽を共にした時間があるだろう。て、やっぱ完全元から敵サイドなんだ。情に流されたりはしないか？がっつり流されそうな気配をさっきやってたけど、裏切るがどっちに裏切るかっていうのが分かんなくなった。ちょっとこれ楽しみすぎる、これ。まさか。私はあなたの忠実なるしもべです。魔王勇者の父様。それでこそ暗黒四天王の最上位にふさわしい。あ、お前暗黒四天王の最上位なのか。さすがにお前は藁人形の他の暗黒四天王とは違うな。こいつだけは元からなの。それでは期待しているぞ。必ずご期待に沿ってみせます。いやー、楽しみすぎる。あ、ファイルにセーブ。あ、やべ、美容しちゃった。あれ？マーシャ。マーシャ？みんなどこに行ったんだろう。ほう。音がなく、ないの怖いんだけど。怖っ。今、ドアドンってされたのかと。ああ。村が元に戻ってる。おはよう。前そんな格好だっけ？もうちょい青くなかった？ねえねえ、ちょっとこっち来て。ほい。ん？見て見て、花冠作ったの。ああ。花冠。小さい頃よく作ってたなーって。ほう。何その微妙な顔。花冠だからじゃない？ああ、いや、あ、いや、
なんだかいつもより子供っぽいなって。悪い？ううん、いいよ。何この付き合いたてカップルみたいなの、胸焼けするんだけど。違うよ、これはバカにした笑いじゃない。やべ、 A ボタン連打しちゃった。ついイラッとしてついイラッとして、ピオチキさんの弁明によると、ついイラッとしてやった、後悔はしていないとのことです。私ね、はい、マーシャ裏切る。子供の頃は大人のことが理解できなかったんだ。ほう、別に大人も他の大人のこと理解してなかったりすること多いぞ。どうして大人たちは私の気持ちを分かってくれないんだろう。深っ。私だけはあんな大人にならない。裏切る。今の気持ちをずっと覚えておくんだって。その今の気持ちって何？でも自分が大人になっていくにつれて、その気持ちを思い出せなくなっていくの。具体的なもんではないのか。少しずつ、少しずつ。そう考えるとさ、テレーゼ、マトハズレイはすげえまだその気持ちを覚えてるよな。公園の夕焼けも、道端で見つけた花も、好きだった人も、好きだった人もいたの。その時の気持ちなんて思い出せなくなる。それは思い出せると思うけどな。ダメなの？だからたまにはこうやって子供の気持ちに帰ってもいいでしょ。いいんじゃない？うん、そうだね。優しい声なんだけどさ、この二人がやりとりしてると、いやもうテレーゼ真ん中に入ってぶち壊せ。花かんまりか、私も作るぞっつって割り込んできてくるね。もし私に子供がいたら教えてあげるんだ。ほう、今のその気持ちは素敵なものなんだよって。まあ子供、子供、その子供は私の気持ちなんて分かっちゃいくれないんだって思うんだろうね。その無限ループだろうよ。何さっきからジロジロ見てんの？あ、ごめん。どうしたの？君が綺麗だから。マーシャはきっと素敵なお母さんになるんだろうなと思って。さあ、A 連打したい衝動と今戦っております。この旅で死ななきゃね。大丈夫だよ、すぐ死ぬよ。はすぐ死んだけど、裏切るは死なないから。多分僕たちなら大丈夫、きっと全部うまくいく。よかった、これをテレーゼが言わなくてテレーゼが言ってたらやばいことになってそうだよ。よかった、ハルドがそれを言ってくれて、テレーゼが大丈夫さ、この旅は絶対にうまくいくさって言ったらもう終わりだと思った。へぇ。の、何？ちょっとは人の励まし方覚えたじゃない。まあ励まされ続けてるから覚えるだろうよ。そうかな。さすが賢者の血が流れてる人は違うな。いやー、そこ？なんかそれで賢者の血を言われてるとなんか複雑だな。からかうのよ。お前らはとっとと付き合え。あ、テレーゼ来た。おい、朝っぱらから何をイチャイチャしてるんだ。いいぞ、持ってやれ。持って行ってやれ。どこ行ったのかと思ってたら。どこ行ってたの本当に。朝といえばジョギングだろ。正しいわ。私はジーニアスな頭脳を保つために毎朝1億キロのジョギングを日課にしているからな。やっば、最強かよ。はいはい。え、本当は何キロか分かんないけど、どれぐらいなんだろう。じゃあ出発しよっか。いよいよ魔王城へ向かうわけだな。ほう、村人に話しかけられないのかな。みんな全ての国民の幸せを願っている国王の命令に従い。そうだった、あいつ黒幕だった。忘れてたあいつそういや黒幕だったわ。国民が失踪している事件の真相を明らかにし。あー、そうだった、あいつ黒幕だった。この事件の黒幕、魔王勇者のティーチを倒しに行くぞ。違うんだよ、黒幕は黒マークなんだよ。よし行こう。やべえ、なんか意味がさ、いろいろとあるものが多くて。あ、武器屋とかあるじゃん。あ、セーブクリスタル、ありがてえ。さっき間違って否定しちゃったから。じゃあおばちゃん、闇域、お主、か
金を貸してほしそうな顔をしておるの。こそり60万ゴールド貸してやろうか。いいえ。へへへ、こっちの世界に足を踏み入れずに済んだね。怖え。金無限に増える、金無限に増える。いらっしゃい、好きなだけ買っていってください。特大セールでウルトター界のネックレスは定価の7割引きで販売中です。ちなみにアイテムの買い取りは定価の半額。あれ、つまり、マーシャのとこからマーシャに返すか。こいつ絶対裏切ると思ったから装備のやつ外してたんだよな。6万ゴールドがあったら7割引きで半額だから、これで無限に増やせるってわけだね。釣りの腕は、大量区の腕は、ウルトター界のこれを買いたいんだけどね。400か。1万2000はさすがに稼げないし、闇金に手出すのもあれだしね。いやー困るね。これは物仕入り。人狼がいなくなったから目いっぱい外で遊ぶんだ。ちなみに人狼ゲームは1986年にロシアで考案されたゲームが発祥。へえ。人狼ゲームを人狼が実際いた村で行われたのによくその話今できるな。やばすぎんだろ。よくできるわ今。へえ、でもそうなんだ。2001年ではアメリカで人狼を探すカードゲームが発売されて、日本では2002年に発売されたカードゲームが一番有名。へえ、人狼ってそういうものだったんだ。とりあえずちょっと一旦ここらで終わりますか。なんかもう今ちょうどさ、モノシーリちゃんに話しかけた時に時間見たら十数分くらい撮ってるんでね、一旦ここらで終わりたいと思います。まあ、また村人に話しかけつつやっていこうかなと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。